さて、KHB で放送中の大人気特撮ドラマ王様戦隊キングオージャーの期間限定ポップアップショップがオープンし、多くのファンでにぎわいました。会場ではオープン前から50人以上が入場待ちの列を作りました。スーパー戦隊シリーズの47作目となるキングオージャー、ポップアップショップが開かれるのはシリーズで初めてで、仙台のほか東京、大阪、福岡の全国4カ所で開催されています。会場ではサンリオキャラクターとコラボしたアクリルスタンドや T シャツのほか、ショップ限定のミトンなど厳選されたグッズおよそ100種類が販売されています。アクリルスタンドとかなんかこれ、長年特撮を見ていて、今回は子供と一緒に楽しく見れる作品だったので、一緒に連れてたくさんグッズを買ってしまいました。9時ぐらいです。もう見てて泣けてくるの、毎回最終回が放送してるような内容がとても好きで、ちょっと抑えたはつもりなんですけど、結構いっちゃいました。会場の一角にはクワガタオージャーギラの等身大フォトスポットも設けられ、訪れた人たちは憧れのヒーローと記念撮影をしていました。ポップアップショップは KHB 本社1階のグリリホールで来月6日まで開催されます。連日多くの人々が訪れる KHB グリリホール、お目当ては今日はもうキングオージャーのグッズを買いに行きました。9時前から並んでました。2月25日にテレビ放送が終了したスーパー戦隊シリーズ王様戦隊キングオージャー、そのポップアップショップが KHB グリリホールに開設されています。王様戦隊キングオージャーは地球という舞台で人々が暮らしているところに、地底国のバグナラクという敵がですね、襲ってくるっていう物語なんですけれども、そこで立ち上がるのが6人の王様たちですね。非常に皆さん濃いキャラの王様たちなんですが、まあ、それが皆さん意気投合しながらもう敵と戦い合って平和を目指していくというようなストーリー。キャラクターたちもみんななんか魅力的な個性があって、なんか関係性とかもすごいいいになってます。個性的なキャラクターと物語の面白さに子供だけでなく大人も虜に、幅広い層のファンがいる作品なんです。スーパー戦隊シリーズでポップアップショップを開設するのは初めてなんだそう。東京、大阪、福岡、そして仙台の全国4カ所での開催です。仙台では初日のオープン前から入場待ちの長い列ができていました。2日目以降も多くの人が訪れ大盛況、多くのファンがグッズを求めていました。絶対仙台には来ないと思っていたので、近くでやってくれてすごく嬉しいです。なんと県外からのお客さんも。山形から来ました。一番初の列車6時から出発して、8時くらいにこの本社に来ました。ショップではキャラクターのシンボルをあしらったキーホルダーやアクリルスタンド、王様の一人の右手を意識したミトンも、日常使いできるものから家でどっぷりと世界観に浸かり楽しめるものまで、およそ100点のグッズを販売しています。さらにスーパー戦隊シリーズとして初めて のサンリオさんとのコラボをさせていただいております。キングオージャーとサンリオキャラクターズがコラボした商品も。アクリルスタンドやカードケースなど推し活にもぴったりな商品を種類豊富に取り揃えています。そしてクワガタオージャーギラの等身大フォトスポットが設けられています。多くの人が写真を撮って楽しんでいました。最終回迎えまして、皆さんも多分いろいろな思いの中で、
終えられたと思うんですけれども、またこちらのキングオージャーのポップアップショップ来ていただいて、お家でいっぱいまたキングオージャーのことを思い出していただけるような、そんな機会を提供できればと思っておりますので、ぜひ皆さん、お越しいただければと思っております。